本日、レガリアプロ、いわゆるマグナ2プロが実装されました。マグナ2は普段は全く触らないのですが、定期的に行われるミッションのたび20連戦 ×6 をする必要がなくなるのでありがたいです。さて、プロ実装に伴い、いくつか変更点があります。まず、1日の自発回数が2回から3回に増えました。そして、これはコレグラで発表されていなかったのですが、消費 AP が60から50に減少します。おそらく、AP60 だと消費 AP が1080となり、最大値の999を超えてしまうので、回収の手間を省きたかったのでしょう。こちらとしても半汁消費量が減るのはありがたいです。また、レガリアプロを解放するためには、まず、一度に3回分の挑戦が可能となるハイレベルプラスを解放します。一つ目は、レガリアシリーズの各ボスをソロで討伐する。二つ目は、1ターンで3000万以上のダメージを与える。ここまでは簡単です。問題は3つ目で、各ボスを100体討伐すると入手できる新しい称号の獲得、となっています。新たに100戦 ×6 をやらないといけないのか、と憤っている人もいましたが、そうではありません。確かに、過去の討伐回数はカウントされないのですが、実は、すでに50回討伐の称号は持っているんですよね。ですので、100戦 ×6 ではなく、50戦 ×6 になります。そして、自発は3回分あるので、30連戦を2回と、残り1回の自発でソロをやれば、初日で解放できます。連戦は一瞬で終わるので許容範囲内でしょう。逆に言うと、早めにやっておかないと連戦する人もいなくなり、救援にも流れてこなくなるので、この土日には終わらせると良さそうです。私も早速連戦してこようと思います。ということで、今回は、レガリアプロについて見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。